Your hand here is powerful because this is almost the employees. Okay, then, yes, maybe later. Later. Can I just, sure, maybe, I have a little bit. 5-10 minutes? Yeah. この猫ちゃんも可愛いですね。歩き方すごい可愛いです。僕、動物も好きで、このジャイちゃん、動物好きで、犬も飼ってるみたいで、すごい気が合いますね。あ、そして、I like this one. こんな感じで。It's a little bit rain. Flooding. あ、yeah?Okay. Because of the waste, the garbage. Okay. It's not heavy rain, just rain. But I really love this atmosphere. Yeah, この橋とかもめちゃめちゃ雰囲気があります。緑が綺麗ですね。あ、シュワ。It's great. Yeah, このジャイちゃんのローカルツアー最高です。歩いてるだけでめちゃめちゃ楽しいですね。It's like a loop, and you can go there to the outside, you can also. Okay. We can go back there. Great. It's all rental. Good. Do you think how much per month allowed? How much a month? Yeah.A room, 10K? 10K? It depends on the size of the room. Okay. And it's just a room, it's not the electricity and water, that's not. Maybe we can go outside this month.いやということで、このジャイちゃんと歩いてるだけで無限の出会いがありますね、ローカルの人との絡み、ローカルのエリア、そしてこのローカルの雰囲気ですね、音、なんでしょうね、これ気温、環境音、そしてこの背景、すべてが相まって本当に臨場感がやばいです。今まさにここに生きているという感じがします。そして何よりその臨場感を高めてくれるのはこの可愛い女の子ですね。ちょっと非日常的です。こんな、ちょっと言葉悪いですけど、汚いエリアに綺麗な女の子と一緒に歩けるなんて夢のようですね。 It's vacation, there is no school around, it's summer vacation. Okay. The school is end back for your end. Okay. So it's very quiet, but if there is aということで今ジャイちゃんがということでジャイちゃんが説明してるんですけど、車1台通るだけで大渋滞が起きてますね。いや、でもこういうエリア僕すごいいいですね。大通りよりも正直こういうエリアの方がいいです。でも足を削られないように注意しないと、本当に平気で引いてきたりするので危険ですね。僕も肩とかを引かれることはたまにあったりします。ということでここも別のメインストリートですね、太い道で、わあやっぱり、すごい雰囲気がありますね。無限にトライスクールが止まっていたり、両側にサリサリストアがありますね。ボコジュース、ココナッツジュース、Are you drink sometime? ボコジュース、Good. I like a ボコジュース alsoAnd are you cook sometime, or just you buy your food outside? You seen outside for a starter. We cook. We sell at this. Okay, you cook. Not me, but me and my uncle and one of his friends. Okay. So, I'm gonna say this is like a main street for the whole Barangay, right? Okay.Show you later the、sure. length of the city because、okay. it's far away. Just look at the
Okay. Ah, that's it. Sounds good. Sounds good. Okay, then so, let's go back now. Go back. Yeah. I want my breakfast. Okay. Yes. No problem. Let's eat breakfast. We can take the tricycle to the palengke. Okay. Yeah. If you want to walk, okay, we can walk. Maybe tricycle is more interesting. Yeah, you can walk this side. という感じで道を譲るときにこう肩とかをさりげなく触って、うん、距離を縮めていきます、うん、初めから、うん、普通に恋人の同士のように距離を縮めるのではなくてこういうナチュラルな気遣いで、うん、体の距離を縮めていくのが僕スタイルですね。そしてそういうことをする必要もなくてフィリピンの女の子距離がすごい近いですね。歩いていても肩とかすごい当たるぐらい近く歩いてくれたり、なんて言うんでしょうね、パーソナルスペースが日本の女の子とは違ってめちゃめちゃ近い気がします。もう5センチから10センチぐらいですね。はい、ということでこのサリサリストアがジャヤちゃんの家ですね。いや、すごい雰囲気があります。このスタイルのサリサリストアもなかなか見ないですね。鮮魚がめちゃめちゃ売ってます。魚からあと果物ですね、うん、僕マンゴーとかめちゃめちゃ買うのでこの店に行きたいぐらいですね。そして食べ物も売ってますね。調理した食べ物を売っててこんな感じです。そしておじさんが店先で、うん、肉を処理したりしてますね。ということでガトライスクリーンの一番移動中です。ちょっと狭すぎてここ中にジャヤちゃんと一緒に乗れなかったんですけど、ジャヤちゃんは外に乗ってます。今回フィリピンで僕そのタイプのトライシクルに乗るの初めてです。ジャヤちゃんといるとローカルの文化をガチガチに味わえててすごいですね。はい、ということで市場に来てますね。パランケというみたいですね。こんな感じです。Maybe let's go buy breakfast first. Oh, okay.ということで市場でローカルでこんな感じ。 OK、 ジャイちゃんお腹減ってるみたいで、うん、お腹の減り具合が表情に出ててそれもまた可愛いですね。 So now you hungry? Yeah. OK, good. It's been a long way. Wait, can you shoot here? Sure.ジョーちゃんの行きつけですかね。おいしい。おい、ユーロジャパニーズ。